もしもしポリスね。ちょっと待ってください。皆様、こんにちは。ウプ主のバキさんです。相方のフェイサさんです。ルゴスさんです。神袖です。誰？この前、五十嵐俊二さんと会ってきたバキさんです。なんでそんな紙袋してんの？もちろん顔出し NG だからこれを被ってんだよ。お前旗から見たらおもちゃ並べてる犯行声明出してる不審者だぞ。だってあの顔映らないようにするが格だと無理があるし、それでちょうどもらった紙袋に穴開けて取ってます。やってることがどこかの妹みたいなことしてるわね。そんなことより実写ということは今回も開封系やっていきます。それではどうぞ。ごゆっくり。で今回は何開けるの？今回は五十嵐さんと開封しようと思っていたけど、ちょっと無理だったものを開封していくよ。つまりメビウス関連のものってことか。そういうこと。ちなみに聞くけどなんで断念したの？今回紹介するものと五十嵐さんと取るときにあったソフビがあったと思うんだけど、どっちも大きくてどちらかしか持ってけなかったんだよね。だからあっちの方がいいかなと思って断念したよ。さあ前置きはここまでにして今回紹介するものを見せましょう。それがこれだー。プチプチで見えにくいんだけど。お前これ買ったの？マジで？それじゃあプチプチから開けるよ。ということで今回開封紹介していくのはこちら、ウルトラマンメビウスインフィニティ&ルーキラーガウルセット。こちらを開封していきます。まずは外箱から見ていきましょう。正面は今回入っているソフビが映っています。クリアラメのメビウスインフィニティとユーキラーザウルスが映ってるな。まあ大体発売から15年ぐらい経ってるから傷は多いわね。正面にはおそらく着ぐるみのメビウスインフィニティとユーキラーが映ってます。また今回は開封品となります。横にはウルトラマンメビウスインフィニティ、反対側にはユーキラーザウルスが書かれています。後ろにはメビウスインフィニティとユーキラーの説明と、この映画のウルトラマンメビウスウルトラ兄弟のあらすじが載っています。ユーキラーの解説は前回の五十嵐俊二さんとのコラボでもやってますので見てください。ちなみにトイズドリームプロジェクト限定商品です。それでは開封していきましょう。まずはこちら、ウルトラマンメビウスインフィニティクリアラメバージョン、そしてユーキラーザウルス劇中カラーバージョンです。さあ袋から開けましたが、めちゃくちゃかっけー。まずはユーキラーザウルスから見ていきましょう。開封品ではあるけど未使用品だから塗装派ではないね。これって通常版と何が違うの？通常版は青が明るいんだよね。こんな感じでこっちは劇中と同じくらい青なんだよ。なんならウルバトなら青というより黒だしね。そしてユーキラー最大の武器である4本の触手はそれぞれ稼働します。ユーキラーのフィグアーツとか来たらヤバそうね。実際も夏のビオランテがあるし見てみたいよな。そしてメビウスインフィニティのクリアラメ版です。こっちも新品で綺麗だな。もちろんメビウスブレスも色分けされています。それでは他のソフビと比べてみましょう。まずは現行サイズのカミソリデマーガと比較していきます。はい、縦、横幅、奥行、全てがでかいです。続いてはいわゆるデラックスソフビシリーズと比較していきましょう。並べてみると絶望感やばいな。複数人で戦わないとやばい奴らだからね。はい、今回は以上と言いたいところですが、なんかこれだけだと寂しいからもう一つ紹介します。これ以外に何かかってたっけ？これは結構前に買った完全なコレクション用だね。それがこれ、ギガキマイラ。同じメビウスが出てた映画怪獣だな。これいつ買ったっけ？確かゴジラ KOM の時に買ったからざっと3年前かな。しかもこれ1800円で買ったんだよね。安っ。しかもこれ安く買えただけじゃなくて完全未開封なんだよね。これはさすがに未開封品として取っておきます。今回はここまで。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をよろしく。次回の動画もよろしくね。それじゃあご視聴ありがとうございました。